はい、皆さんこんばんは、ミグツでございます。今回もモンスターハーベスト続きエッジをやっていきます。だいぶ進みましたので、闇のね季節になりました。なんかできてんな。どう、これはまだジュースにしたいねんけど、ちょっと待って。そしてどういう風になったかというと、ちょっと待ってよ、さっきこれら入れたいねんな。ちょっと待ってや。あれがないのか。種が植えたいねんけど、これもまた開拓してんな。このね、闇の季節の、ちょっと待ってな。英語表記は気にせんといてバグやから。で、この闇の季節の花、あんないか、まあ、まあ、納品するものを全部達成すると、補修として、ここのね、なんか、ハウスみたいなのをもらいました。ここは季節関係なく、どの植物でも育てることができます。で、今やりたいのは、あ、どうにしよう。さっき、家畜行って、よしと。こいつらに餌やった。あ、こういうのももらえんな。間違えた。今日間違え。あとね、釣り竿もあるんですよ。ちょっと待って。結構パワーアップさせたり、まだ未だにちょっとね、敵強いけどな。こいつらに卵産んだり、このモンスターはね、なんかこういうやつなんか出したり。で、こういう卵とか、違う、種。はい、ここに置いて、こうやか。多分これはね、燻製、あ、これできへんのか。ここにね、入れたら、燻製みたいなのができるんですよ。で、これはジュースの機械ですね。あ、取れた。この目ん玉を、目ん玉ジュースを。あ、これでも収納品。ここにあれやな。入れていったらいいな。納品の前にちょっと待って。これで、目ん玉を、目ん玉でね。これを、これジュースに変える。ジュースってね、メンタムジュース。納品する前に種をまきましょう。で、これね、パイプから水汲んでるので、自動でね、水が、してくれます。ここ横に、ね、こいつらは通られへんからさ、うまいことせんと。あ、まだいけたっけ。まだいけるな。8日やからね。あ、この分で終わりかな。もうあとは調整で。でもかなりお金も貯まってきたから、なんか取れるのはいいかな。あ、いけるやん。この辺もないかな。あ、いけるね。あ、もうなかった。結構いいね。いい感じに。あと水やりせんでいいんで、水あげてるから。このパイプで水も補充してるんで、勝手にやってくれるんで、自動で。一個だけかな。これは一個、あ、できんの？ここだけか。これ取れるやろ。ここに。で、あそこ、あ、全部終わってよかった。このね、間違ってやったところとかは、一応ね、この、ツルハシで元に戻せるんですよ。ここもザムやから、一回も。あ、なんか、違う。パイプ壊してもた。違うね。
回ここをやってからパイプを、あーでも足りてないのか、生きてるのこれで、そして納品してやることあるんですよ。でね、まず納品しましょう。これも全部いらんから、あ、燻製作りたいから、これ、おっと、戻すか。こんなもんかな。そして、これ乗って、買い物です。あ、無理か。カニのアップルがないから、ムッコモンスター欲しいな、持ってて、忘れたわ。モンスターはないねんな。間違えた。あ、いっか。あのね、モンスターが死ぬと、これね、いいことが起きるんですけど、モンスター死ぬとやられ、いなくなるんですけども、ハートがね、前言ったかな。一応ね、ハートが右上にあるんですよ。今何個やったっけ。13あるんですけども、これが増えると、アップグレードっていうのができまして、で、レベルが上がるんですよ、土の。これレベル上がるっていうのは、モンスターの、もともと捉えた、モンスターを作ると、元からレベル5になります。なので、別に、まあ、やられまくった方が、作っても元に戻せる確率が上がると。上がるかしらんけど。違うのよ。何が言った、あ、お金ないのか。あんねんな。そうか、カニのやつ作ろう思ったけど、あ、違うわ。間違えたかもしれん。俺植えちゃったんちゃうか。ちょっと待って。いや、植えてない。よかった。これが雨のやつやな。雨の国のカニ？え？カニのやつないわ。買ってないわ。あ、植えちゃった。もしかして。植えたんじゃねえか。ちょっと待ってよ。あ、これか。ハイブリッド。あ、なんか植えたっぽいな。カニのね、バージョンアップ作ろう思ったけど、作れねえな、多分な。はぁ、あ。どうしよう。あれ、植えちゃったかもしらんわ。どれかわからん。まあ、いっか。まあ、いいや。もうちょっと夜にしましょう。ちょっと夕方行きたいとかねんな。これで、あ、これいらんな。あ、いっか、もっとか。乗って、なんかないかな。ないな。なんか酒場がね、入れるっぽい感じやねんな。入られんかな。なんかね、入れるスクリーンショットがあるので、多分これ。ほら、入れんのよ。ここ入らんところ。これ入った。あ、新しい教会。ここで、ん？みんな俺をキャプテンって呼んでいる。キャプテンやろ。ドリンクやって。あ、そうなん。よかった。見ていってくれ。こんなやったの。あ、なんかある。何これ？あ、ジュークボス。ゲームできん。スロットない。コーラ。何になるかわからんのかい。ピアノある。え、それだけ？それだけ？時計とかあるけど、まあ、家具はまだいいやろ。コーラ。それだけ？おい、おっさん。いや、いいけどさ。いや、なんか楽しみ来たらそれだけやった。こっち入ってみしろ。一緒かい。
いいわ、もう。ダンジョン行く。ダンジョン。とりあえずダンジョン行こう。ダンジョンのね、だいたいこれかかった。種をね、かっさっぱらうんですよ。でから後で、あ、でもあれだけ欲しいねんな。ネモ、ホモかな。これなんか取れないか。取れない。ああ、どうしよう。あ、3体しかおれんねんな。レベル1。誰でいくか。ユタンコ。こいつがちょっとレベル低く。あ、あいつも死んだんか。まあいいや。あ、こんな。これの、これが強い。このランページはすげえ強いのよ。2回で死ぬかな。あ、レベル上がった。いいね。ここは無視して、素材はもうどんどん決まってるからな。これもいらん。スチールと、あとなんか緑のやつやな。で、全然いけるから。あ、ほんな、目玉ないし。わ、たらへん外しとった。また。お前、4も減んのに。よし、いいぞ。こういける。全然経験値増えんな、ここ。で、このね、緑のこれという、もう一個モヤみたいなのあるけど、あれが欲しいのね。これも欲しいけど。この青とか全然出えへんからな。敵は経験値稼ぎしとくか。モーションがね、残んのよ。あの前のやつに。バグの使用か知らんけど。で、ダメージも慣れへんからちゃんと。あ、女ボスやな。ちょっと、通られへん。それじゃない。あ、強いな。メガビアン。こいつで宝箱が重きでんので。で、ついでにこれもカップサポラーと一緒。次のとこ行くと、スチールがね、大量入るんですよ。だいたい2回は。で、スチールゲットして、50個ぐらい欲しいな。いや、もっといいな。スチールがね、いくらあっても足らんなんで。あれ、水引くのにパイプを作れるんですよね。この三角のやつ。そう、これが、じゃあ、それじゃね。これ。3階がね、あの緑のモヤみたいなのが出るのよ。あれが欲しい。神秘の何いるかな。回復のあれ持ってきたらよかったな。買えばよかったな。そろそろな。あとゴールとかはもういらんからな、そんなに。置き換えといてと。お、危ねえ。あ、向こうからか。いけるか。こいつ死にたくない。このメガビアンのやつは、強化版なんですね。一応ね、強化のスライム使うとね、メガ系になるんですよ。まあ、色違いなんですけども。で、これかも変えときます。こいつに。じゃあ。ここは何もないから、もう出ようか。上か。横か。下行ったらあかんな。下行ったら出てまうからな。
もうでも種そんないらんねんな。もう無理やからな。種がね、普通で植えると、次の季節の引き継ぎできないので、だいたい8から6かかるんで、それを目安で植えんとあかんのよ。これが0時強いね。0時。字が変やしな。ちょっとバグってる。で、上行って、とりあえずボスまで。ゾンビ。強いね。あ、もう上がるな。上がるかな。この草みたいなのが、じゃあ、これがね、回復はいい。スタミナ回復させるっつね。これ変えときましょう。で、これも、変えとく。はい、消えたか。オッケー、レベル上がれ。いいね。あ、ボスやね。よし。よし、いいよ。ここの種をゲットやね。で、ついでにここも掘っちゃおうか。いるけどな。全然回復せえ。もう次行っちゃおうよ。まあスチール欲しいねんけど、ここのモヤの方が欲しいな。この緑のモヤのやつが神秘のなんかって言うねんけど、その絵が次のねアップグレードに結構使うんで、これ大体3階に出たんかな。まあ、こいつがねあれ売ってくれんのよ。種。これや。そう、これがね、いんね。これがなかなかない。これとってもだ。3階なんかね、もや結構出んのね。これで、いいね。敵弱いんだよ。ここもやんで。これはちゃうねん。これはかけらやから。まあ、いるけどな。スライム作れるやつみたいな。いけるな。なかなか。これも取っとっか。シールでもあんな。あ、おためだ。強い。いいね。レベル上げるとこまで行きたいな。上がるかな？無理があるな。交代せなあかんかな。1個とかしか出えへんねんな。10個も使うの1回。
緑のあれは別にそんないらんな。違う。スチールは絶対いねんな。どこや、こっちか。行かれ。行かれ。ゴロゴロしてんねこれ。下か下行ってない。あ、何急に来た。やばい。あ、死ぬ。これやばい。これ死んでほしないな。うわ、マカ死んだんじゃね。あ、じゃあ、めっちゃ添えたのに、うっそやん。そんなことあんねんな。うわ、どうする。うわ、やばい。いやー、もう一体しかない。ちょっと待って。うわ、死んだ。うわ、ひどい。カーニアプリ絶対育てたのに。でも、これ、だいぶ、あれじゃね。だいぶ、土地のレベル上げれるか、上げれるかって感じだけど、ちょっと待って。これ、ちょっと、うわ。それはあかん。モンスターも作らなあかん。ちょっと待って。あ、もうやばいな。種取っとこうか。帰ろう。うわぁ、金だ。捕らえてるやつが。うわぁ、どうしよう。やっぱり強化版。あれ、俺の乗り物どこ行った？他におる。あれ上におったっけ。あれあいつおらんようになってるやん。なんで嘘。あれそんなことある。バグった。いつやで待ってくれてんのに。おい博士、お前俺の乗り物取ったやろ。俺の乗り物どこ行った。えあいつどこ行ったんや。え、いなくなることあんの？せやん。歩いて帰れと。え、そんなことある？いや、なくなった。乗り物もなくなんのか。え、そんなことある？ちょっと待って。いつまでこの辺に降りたとこにあんねんけど。なくなった。まあ、寝たら元に戻るかもしれんな。たまにダイヤに帰ってんな。あ、違う。せやん。そんなことある。暖房に熱かったから嫌われたかもしれん。これは意味ない。お、ロケットフラワー。たまにこうやってして、変なもんが生まれる。納品しとくか。と。あ、これもだ。これで、まあ、一回寝るか。寝よ。あ、いつ戻ってないやろ。戻ってたら笑うで。俺変やんけ、俺の。あれ、乗り物あれへん。いなくなんねやん。知らんかった。そんなことある？なんでなくなったの？そんなん聞いてないけど。時間ともなくなるの、あれ。うわ、俺乗り物。乗り物作るか。雨降ってラッキー。雨降ったらね、あ、帰ってきてるやん。なんで帰ってきた？お前どこ行ってた？あ、卵だ。卵出せ。あ、どうした？これとは無理。
というわけで、ちょっと待って、じゃあどこやか。たまに乾燥に見失うんですかね。餌やっといて、家畜も早く増やしたいな。お金が一個もね、ちょっと待って。とりあえず、メガ系作るか、これ見て、メタンコしかおれへんから、ちょっと心細いんで、闇抜き精通のメガが赤いポーションを使うと、まあ、進化じゃない、色違いやけど強い系で生まれるんですよね。で、青のスライムが家畜用なんですよ。で、青のポーションが乗り物なんですよね。なんか小さいやつあんな。間違った。もうこのカンソルが、あれ足いっぱいあんねんな。あいつ気になんねんな。あ、でもこんなんごつそうやねんけど、サイかな。なんかありっぽいねんけどな。あれの種の青を変えとってな。もやもや入れるか。まだか。納品し、あ、ちょっと待って。取れるやつないの？ないわ。なんか、できてるやつない？ないのか。ちょうどないな。ないわ。ちょ、変えのキャラクターおんねんけどな。弱いのよね。あ、でも、ハートあげるな。12、レベル12までは、あ、じゃあ7まで上げれるのか。よしよし。あ、あいつ連れてこ。もうどっか行くなよ。あ、何もでも作り、青と。あ、おるな。キノコあった。え、これでも、あ、やばいな。あの切り方、これでもあれやな。あ、よかった。次の日だな。あれ、次の日ね、イベントなんですよね。イベント付きって、店も入られへんし、あれもないのよ。ダンジョンも入られへんからさ。あれ、大会なんですよ、モンスターの。モンスターどう戦わす大会があるんで、来ました、金曜日。で、スライムか。たまにこのいつがさ、なんかバグって喋ってくれんかったりする。緑は多分あるから。ここでカットか。これは。これなんか、後だよな。これが青と赤。一回持って、で、ここの種じゃない、まずちょっと預けるやつだけ。あ、スチール色か。あ、緑あんな。卵は入れと。納品系。これでいいや。何に、あ、植えるとこないのか。あ、あるわ。
ヒムクジャラが緑の赤丸か。どれ作ろうかな。目ん玉、これでも目ん玉やねんな。目ん玉嫌やな。これにしよっか。紫のと赤いの丸、これが、ああなるほど。ここにこれがここに入れて、で、でこれが邪魔かな。このね、赤のスライムを使うと、あ、ロール、あ、緑間違えて入れた、違うの、赤の緑じゃないの、あ、これでいいのか。緑を使うと急速成長で、でこれがバトルに参加するモンスターになるんですよ。これが乗り物、さっきやってとかけてきて、でこれでちょっと、あなたは狼みたいになってる。え、なんでここに乗れた。あとは紫やけど、これなんや、マロールって何、あー、これがあれか、こいつか。じゃあ、これ紫なんで、これで植えて、で、あ、もうカンソルがさ、これの強化版をします。入れて緑、おお、かわいい。でレベル7なんですね。土がレベル7なんで、レベル7のキャラが生まれると。メガバレルはパワフルな、なんとかなんとか強いメガもある、発想。あいつは、あ、これのあれか、色違いじゃね。これで2体になったっちゃ。ああ、スターウルフ。売れんねんな、ほんでな。そう。あれでも出られへんやな、あいつ。ここにおるけど。出れんじゃん。あそこに、勝手になるやろな、次の人。でも用ないから。でも無理やんな、もう。うん、あ、いけるわ。8やから。1、違うやん。1、2、3、4、5、6、7、8。いけるな。全部、だいたい8ぐらいか。まだ育てよう、また育てれんな。ここに種植えるか。水やらなあかんねんな、ここのことさ。やらなあかんの、めんどくさいな。ちょっと待って、パイプで、わあ、でもな、あと何日やったらここでなんか作るか。スチールあるか、こいけんのか、もったいないから、ここがで、これ作っとかんとね、出られへんようになるからね。
て、作った時は水がないのでこれでかけないとダメなんですけど、うん、こういうこと大きいねんな。このこうやって出られへんなるからさ、こういうやつはいいねんけど、あ、ここはね季節関係なし育つから別にいいかな。水をやらなあかんのだけ、さっきやっとこう、あ、さっきやったらあかんのか、あ、でもいけるか、多分いけると、種あるだけやっといた方がいいな、次の出荷の時に大量にお金が増えるから。これでいいね、なくなった。で、まだあるの、開示1個。高すとこかな。上にもあるのか。あ、こんな感じっすね。これの繰り返しで、だんだん自分の妄想世界を、妄想世界じゃない。まあ、若干やることもあるので、またいろいろやっていきたいと思います。以上です。グッズでした。また見てな。じゃあねー。